山口放送株式会社は山口県を放送対象地域とした中波放送事業とテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。県内初の民間放送局にして唯一のラジオテレビ県営局である。テレビネットワークは NNNNS n, 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 n で、ラジオは NRNJRN のクロスネット局。 略称の位ライは、1956年に、ラジオ専業局として開局した当初、株式会社ラジオ山口という社名であったことに、由来する。テレビ放送開始後の1961年に、現在の社名となった。本社は開局当初から、県東部の周南市にあり、県庁所在地の山口市並びに、県内最大の都市である下関市には、市社は設けているものの、 放送機能としては報道スタジオがあるのみで演奏所の機能を有しない。ただし、かつての関門テレビジョン放送局は番組編成上の経緯からコールサインを持った独立した親局だった。開局当初朝日放送から支援を受けていた関係で案との関連もあり、1978年10月にテレビ山口が テレビ朝日系列から離脱してから1993年に山口朝日放送が開局するまでは日本テレビ系列とテレビ朝日系列のクロスネット局であった。アンへは入り中や素材送りがメインで年末のトク版である全国面白ニュースグランプリにも参加していた。開局以来基本的に CI を行っていない。ラジオ山口開局当初は 徳山局のジョフをモチーフにしたもの。J の頂点から6つの輪を放射線状に描き電波をイメージ、J の横にオフを表記したロゴがあった。略称ロゴは1994年当時小文字の位を平行四辺型で囲んだものであった。現在は大文字ベースの車体で表記しており、Y の字が小文字の Y をモチーフとしたものとなっている。山口放送山口支社企業。 団体は当時の名称。出展、テレビ放送のキー局である日本テレビ放送網が筆頭株主。関連自治体である山口県や周南市、豊富市、さらには周南市に主力拠点を置く徳山、井出光興産、東宗などが大株主として参加している。山口フィナンシャルグループの2社で9.04%の株式を保有する。 実質、第2位の株主となる。山口放送会長の赤尾義文が5.32%を保有している。なお、宇部孝さんは、テレビ山口、徳山は、山口朝日放送の大株主でもある。また、富士テレビジョンが、山口放送の上位株主だった一方、読売新聞大阪本社が一時期、富士テレビ系列でもあったテレビ山口の、 大株主という新聞医師本と加盟系列のねじれが発生していた時期もある。1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日中南地区に位置する徳山市、下松市、甲子の三市は1951年頃から公営ラジオ局の設立を構想していた。しかし先例となったはずだった。 姫路市へ放送が、予備免許が交付されながらも開局できなかったことから、下松、広陵市は、実現は困難として離脱、残された徳山市は単独で計画を進め、免許申請に至ろうとした矢先の1953年3月26日に、豊富市に、ラジオ九州が、中継局を設置する免許申請を行い、ラジオ山口の周南放送局開局申請との、競り願いとなる。 その後、山口県知事の圧戦でクライは RKB と業務協定を行うこととなり、RKB は申請を取り下げた。しかし、1956年の開局時は、ライバルの KBC ラジオの協力を取り付けたため、業務協定は結局実現しなかった。これらの調整が長引いた結果、全国的にも後発となる1956年の開局となった。 関門地区のテレビ免許でも RKB とクライは生理願いの末、両社で西部毎日テレビジョン放送を設立。RKB がこれを合併したことで、一時クライが RKB の経営に携わっていた時期があった。1961年頃の本社や FM 放送について FM 保管放送の実施にあたっては、瀬戸内側と日本海側で、それぞれ複数の送信所が、 同一の周波数を用い、複数の送信局からの電波が受信できるエリアで波長を同期させる FM 同期放送を実施している。これの実現には、日本通信機との共同開発による電波の到達時刻を高精度に調整する高精度デジタル方式 FM 同期放送送信機を用いており、同様の実証実験を行った NHKITEC と三者共同で、 FM 同期放送システムに関する特許を取得している。また、日本海側の各局の整備は、総務省の民放ラジオ南朝会消支援事業の認定を受け、国庫補助事業対象となっている。2018年12月5日の総大,大島 FM 放送開始をもって、FM 補完中継局は13局運用開始している。全国ラジオネットワークと、 ジャパンラジオネットワークの両方に加盟しているが、NRN には1965年5月3日の結成とともに加盟。これは山口放送がラジオ山口として開局した頃に日本放送や朝日放送、九州朝日放送からの協力を多く受けていたことに起因する。この中でも隣の県にある九州朝日放送との結びつきが強く、当初は KBC ラジオ発のニュースをサイマルネットしていた。一方、JRN への加盟は開局時に圧力のあった RKB 毎日放送も幹事者となっていることもあり長らく実現しなかったが、ラジオ関東が独占していたプロ野球の読売ジャイアンツ主催ゲームのラジオの放送権が1979年4月以降、JRN にも与えられたことで、 クロスネットへの動きを強める。山口放送30年史によると、1982年の JRN 加盟に向けては、周囲の系列局の判断が必要であったが、山口放送のテレビのメインネットが NNN であるのに対し、周りのラテ県営局である山陰放送、中国放送、RKB 毎日放送の各局は、テレビ部門がいずれも JNN 系列であるため、 難航が予想されたとある。加盟が実現したのは1982年10月26日のことである。元は朝日新聞、毎日新聞、中国新聞の3社が提供していた。一時期、平日11時、12時、16時、22時、0時などの朝日新聞ニュースは九州朝日放送とのサイマル放送で、 KBC ラジオのニュースをそのまま放送していた。これは放送開始当初に山口放送に全国ニュースを集めるまでの力がなく、当時開局や制作に協力のあった日本放送や九州朝日放送の力を借りたもののうちの一つである。しかしその後、1976年に毎日新聞の提供が終了。 1993年には朝日新聞も規模を大幅に縮小し、その穴を埋めるように読売新聞も提供するようになり、現在は読売新聞をメインとしている。自社制作番組は太字。平日週末不定期、特別番組自社制作番組1年以上、継続した、または放送時間が1時間以上の番組を掲載する。 ネット番組日本放送制作ほか文化放送制作ほか TBS ラジオ制作他放送局制作プロダクション歌謡会制作他県内での視聴率はゴールデンタイムプライムタイム全日ノンプライムの4部門すべてにおいて第1位で年度視聴率で1996年度から16年連続で首位を達成しているジャーナリストの坂本守によれば 1960年3月から、ごく一時期、子どもたちの夜更かしをしての視聴を極力控えることを目的に、20時の時報の前に、子どもの皆さんの時間は終わりましたとの字幕フリップを表示したことがあったという。山口県内のテレビ局の中では、自社制作番組の比率が比較的高く、平日朝は、おは4ニュースライブ、ZIP を差し替えて、 暗い爽やかモーニングを放送しているほか、夕方は10年以上自社制作枠としている。また、かつては NNN 全国ネット番組の制作も手がけており、1999年10月からは、つづ枠で、全国ネットの深夜番組、三宅裕二のワークパラダイスを制作。2000年4月からは同枠で、三宅裕二のド素人を放送していた。 1991年には、開局35周年記念事業の一環として、2時間ドラマ、炎のごとく吉田松尉を制作、水曜グランドロマン枠で、全国放送された。ドキュメンタリー制作にも力を入れており、NNN ドキュメントの自社担当文については、幾度か、日本民間放送連盟賞を受賞している。テレビアニメの放送に関しては、丸久ヒ サンデー劇場のタイトルで、フジテレビ系のテレビアニメを、時差放送していた以外は、原則日本テレビ系、同時ネット番組のみとなっていた。2010年春の改編で、それいけ、アンパンマンのネット再開と合わせて、初の UHF アニメ、クプー、豆ごまの放送を開始、既存の、夢色パティシエールと合わせて、日曜朝は、暗いのアニメを、どうぞと、PR していた。 深夜アニメについては、デジタル書3、7、花田少年史、ワンピース、ハンター・ハンター、銀河機構隊、マジェスティック・プリンスと、計6作放送している。日本テレビ系列のリモコンキー ID 地図、リモコンキー ID、4アナログ放送2011年7月24日、低波始転換門局、山口放送は、地理的状況から、複雑なネットワーク変遷をたどった。 開局当初開局当初は日本テレビ系列をメインとしたオープンネットであった。そのためニュースも各系列から供給された。ラジオ、山口テレビの開局当時、山口を通る電電公社のネットワーク回線は日本しかなく、広島では中国放送が、福岡では RKB 毎日放送がそれぞれ本線を使用し、かつ両局ともメインネットがラジオ、 東京系列だったため、順当に行くならば、山口放送は、ラジオ東京の系列を選ばざるを得ないところであった。ただ、仮に、ラジオ、東京系列に入ると、県東部では中国放送、県西部では、RKB 毎日放送がよく入るため、山口放送と番組が被ることとなり、営業上こうした点が危惧された。そのため、四国周りで、 九州を経由するという複雑な回路ではあったものの、日本テレビ系列に入ることを決めた。山口放送が利用する回線が四国周りとなったのは四国の先発局がすべて日本テレビ系列だったため。なお、九州地方の先発局は佐賀テレビを除きすべて TBS 系列となっている。関門テレビ局開局下関をエリアとする関門テレビ局は、 1961年7月14日、下関市日の山で 4CH の予備免許を受けたが、その際に電波と番組に規制が入った。主な規制は以下の通り。少ない電波事情から RKB、RCC など他局4チャンネルの視聴者を保護するため、西と南方向の電波を規制する。徳山本局からのフィルム番組、自主制作番組を、 50%以上放送する。エリアを共通とする他地域の民放局と内容を同じくする番組は1日の放送時間に対して3分の1以下とする。こうして関門局は徳山本局と異なる番組を放送する独立した親局となり民放一社が2つの独立する親局を受け持つという全国初の出来事となった。そのため、 当時の県内向けの新聞のラテランは山口テレビと山口放送関門のように並列で掲載され、全国でも前例のない事態になった。関門局は当初40%の番組がマイクロネットだったが、次第に減り、2から3年後には全てフィルム番組となり、山口放送の経営をかなり圧迫した。この事態は1964年10月1日に、 TNC が日テレ系を離脱し、徳山本局と同じ番組が流せるようになるまで続いた。この当時のニュースも徳山本局と関門局とで別のものが放送された。集南関門局編成一本化九百六十四年十月一日にテレビ西日本が富士テレビ系列にネットチェンジし、九州朝日放送がネットのフルネット局になったことで福岡県から 日本テレビ系列局が消滅。これにより、関門テレビの番組規制がなくなったため、山口放送テレビの番組は、徳山本局、関門テレビ同時ネットになった。1969年に、福岡放送が開局するまでは、事実上福岡県での日テレ系列を保管する役割を持っていた。これに伴い、北部九州地区へカバーする目的で、日本テレビは、 山口放送と業務協定を結んだ。なお、九州における NNN のニュース取材については、福岡放送が開局するまで、日本テレビが福岡に九州分室を設置していた。当時の名残はその後も残り、山口放送からのコールサインは、ジョフ TV、山口放送テレビジョン。 ジョプム TV 山口放送関門テレビジョンと並列してアナウンスされる状態が1990年代後半まで続き関門テレビでもごく一部ではあるが番組差し替えが行われていた24時間放送開始後もオープニング・クロージング画面上はジョフ TV、ジョプム TV と周南関門両局のコールサインが並列表示されていたしかし 地上デジタル放送では、周南本局のみが親局となったため、2011年7月24日のアナログテレビ終了をもって、関門テレビ、ジョプム TV の歴史に幕が下ろされた。1970年代以降、ネットの変動、NNN との関係テレビ山口と、山口朝日放送の英表記の小文字変更は2005年以降のため、このーでは開局当時の大文字を使用する。 山口放送が現在放送している基本編成に関しては暗い基本番組表を参照。または公式ホームページの http コロンスラッシュスラッシュット .co.jp スラッシュでも見られる。自社制作番組ネット番組自社制作番組ネット番組員は現在も放送している番組。例員は、丸93例劇場枠での放送ほかほか多数は、 山口朝日放送開局と同時に山口朝日放送へ移行された番組。他以前は以下のケーブルテレビで区域外再送信が行われていたが、いずれもアナログ放送のみだったため2011年7月24日の終了と同時に廃止された。は、山口県出身者気象予報士パーソナリティアナウンス部長経験者。男性女性近年山口放送は、 映画制作にも積極的に参加している。このほか、2016年には開局60周年記念事業として過去に放送したドキュメンタリーを再構成した映画二人の桃言語を制作している。過去、ありがとうございます。